チャルマース大学1億200万スウェーデンクローナ約13億円を受け取り、スウェーデンの産業界に量子コンピュータを提供開始。チャルマース大学のワレンバーグ量子技術センターワクトは25量子ビットの量子プロセッサを開発し、内部で使用及び実験しています。しかし、チャルマースの研究者が占有しているため、産業界の外部ユーザーが使用することはできません。 この問題を解決するため、クヌートアリス・ウォレンバーグファンデーションは、チャルマーズに1億200万クローナの助成金を提供し、2つ目のプロセッサを開発、構築し、クラウド経由で、スウェーデンの他のユーザーが利用できるようにします。この2番目のプロセッサの目的は、テストベッドとして機能し、量子技術における、 スウェーデンの能力レベルを向上させるとともに、スウェーデンユーザーが他の代替手段よりも安価で気軽に量子プロセッサにアクセス可能にすることです。この資金はユーザーをサポートする量子ヘルプデスクの設立にも使われます。コンポーネントをテストするためのテストベッドは2024年に用意され、2025年にはアルゴリズムを実行するためのクラウドアクセスが予定されています。 初期のマシンは25量子ビットですが、数年後には40量子ビットにアップグレードする計画です。この新しいプロジェクトに関する追加情報は、クアンタムビジネスマガジンをご覧ください。